皆さんこんにちは、尾崎萌香です。今日はゲストにジョージをお招きしております。お願いします。お願いします。今日はね、ニオールのクリスマスコフレでメイクしてもらいたいと思っています。どうぞ。それではスタート。ニオールのクリスマスコフレなんですけど、高級感あふれるカバーが中開けちゃう？中開けちゃおうか。おお、なんか使いやすそうだね。全部入ってるんだ。すごい。お尻すごいよね。リップが4色、うん、でアイシャドウのサンククールが入ってるな、うん、で、あのチークが2個とハイライトパウダー、リップブラシと、うん、あとアイシャドウブラシもついて、あ、本当だ。あのカバーに、うん、このね、これ入ってたカバーの秘密の袋みたいなチークかを持ってつけるかな。で、開けてもつける。開いてポイントポイントとかにハイライト、うんうん、つけてる。なんか今までのコフレよりも、うん、なんかそんな派手すぎないから、うん、普段使いできる。普段使いもできそう、うん、それでは早速メイクしてもらおうと思います。はい。じゃあこの付属がもついてるから、今日は全部付属のでやろうか。ね、嬉しい。ね、なんかそしたらさ、ね、あの筆持ってなくてもみんなできるもんね。うん、でもちょっとあのチップを軽めにつけていきます。うん、私は最初にちょっと中間色を軽くちょっとのせて調整していくね。ちょっとこの濃いめからつけるんだ。白っぽいのからつけるとのべっと見えちゃうから、うん、こういうのであのぼかしてったりとか上に重ねてったとかいいからね。大体このくらい。目元の二重幅のところに軽くつける。そしたらあの指でちょっとぼかしてあげる。うん、馴染むね。馴染むでしょ。そしたらこの薄い方を、うん、今の、 あの境目のところにまたちょっと重ねていく感じ。グラデーションじゃなくて重ねてちょっと今のを薄める感じにしていく、うん、こっちよりもちょっとハイライトが入るから目の高さが少し出る感じ。あ、本当だ。あの今の明るいのを目の下にも入れちゃう、ね、この目尻から。そうすると目の色の補正してくるから。めっちゃいい。いいよね。今度この濃いやつでアイラインっぽく切っていきます。はい。こっちの細いチップのを使っていきます。この際くらいにちょっと太めのラインが入るぐらいにちょっと入れて、かなり細めを意識した方がいいね。細め、細めだよね。じゃないと目が小さく見えちゃう。そう、二重が潰れちゃうから、うん、あの一生懸命こう濃い太いラインを描くよりも、まつげとまつげの間が埋まるかなっていうぐらい大丈夫。ちょっとチップをこう横に使います。こう今こっちにつけたんだけど、こうここも使う。ここちゃんと使うの知らなかった。そう、ここちょっと斜めにすると細く引けるから、うん、でそしたら今度下の影をちょっと作っていきたいので、少しさっきのこっちの万能のこのカラーをトントントンとして、うん、目尻の方からまつげのとこ際を埋めていく、うん、全部埋めるの？軽くね。フレームをしっかり入れてあげる。うん、こっちは下入れてないんだけど、こっち入れてることによって、うん、上のちょっと濃いめのラインと下のナチュラルなラインが綺麗に見えるから、うん、インサイドのアイライン引かなくてもしっかり大きく見えるから、うん、あとマスカラとかすれば結構、ね、印象的な目になる、うん、ハイライトのところスルスルってしたら、うん、結構白いんだ。うん、そしたら眉毛の下のところに眉毛のラインを綺麗に見せるためにこう明るくしちゃう。すごい。下にちょっと伸ばす。そうするとちょっとね、華やかさと眉毛がピッてするでしょ、うん、丁寧な女の子って感じ華やかさがもうちょっと欲しいから、うん、このね、キラキラ感の真ん中の、うん、指で今度つけます、うん、目頭側につけます。目頭でもキラキラは指でつけた方が密着するの、うん、知らなかった。でちょっと今度チップの太い方を使って、うん、涙袋のね、ところ好きって言ったので、うん、真ん中のところから目頭に向けてちょっとつけて、こっちはね、すっとまっすぐ目、うん、でこのぐらいだったらやりたい。なんかすっぴんっぽくて、うん、すごい綺麗な人って感じだよね。あ、そうだね、うん。私リップ先塗りたいんだけど。あ、いいよいいよ、私もそっち派、うん、これつけてちょっと濃いめのやつちょっと調整しようか、うんうんうん、こっち側からこう、あ、この色はでもなんか指でこうポンポンすると
でこれでも全然いいんだけど、うん、ちょっと今ね4色あるからちょっと濃いめのやつを内側にちょっと重ねて塗ろうかな。大人っぽく、大人っぽくこうトントントンってして軽くこうパンパンってちょっとなんかこう深みがこう内側から出る感じで、うん、内側からこうやって上に上げるの。そうやってつけるんだ。で自分でやっとくね、うん、ちょっとチークつけようか、うん、こうやってなじませてよく含ませた方がいいかも。結構ここのままこうやってつけちゃうと色すっごい濃くなっちゃうから、結構今ふわっとしてる方がいいからチーク、なんかマスクするじゃん、だからマスクからちょっと今あふれるチークがすごい好きなの。目尻のほんと上くらいまで結構実はなんかふわっとつけちゃうのが好きなの。そしたら今度ハイライトさっさっさぐらい、あの今のチークのとこ無視してツヤをこう上にふわっとベールみたいに、あ、お粉みたいに使えるってこと？そうそうそう、お粉みたいに使える。で、下側のところからこう上げるようにシュッシュって言って、うん、ここはつけない、絶対に、うん、ここつけないと、ここはマット、うん、で、ここはツヤだから、うん、勝手に CD のみたいに見える。え？ツヤとマットを質感違いで陰影を見せるって感じ、だからわざわざシェーディングしなくても真ん中を上げれば、あの、ここに見える。え、すごい。結構丸見えないから丸で、おでこそうやって丸くしたら丸くなるの？あ、そうよ。え？でもおでこここまでやっちゃうとここってやっぱへこみみたいから、うん、ここに高さの高い高さを出したいとこだけこうやって丸くするの。鼻のところをシュッとして間開けて、なんで間開けるの？ここまでつけると鼻が伸びちゃうの縦に、うん、ここを間抜けた方が可愛くて、うん、むしろ入れるんだったら血色感入れた方が。そうだよね。でこの鼻の小鼻のところにピッピッって入れると、うん、オッケー、いい感じ、いい感じ、すごい可愛くなってきた。ありがとう。本当に一瞬でパリジェンヌみたいな顔になれて感動しました、うん、あ、嬉しい。おまいかちゃんにすごい似合ってるし、うん、あとみんなにもすごい使いやすいパレットなんじゃないかなと思うので、うん、このブラウンがすごく使いやすくてびっくりしました、うん、またブラウンメイク挑戦したいなと思いました。嬉しい。それではみんな、またね。